虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物は、ケージと呼ばれていた。一人の少女が、ひたひたと歩いている。彼女には、ケージで成し遂げたい、ある目的があった。喋れないままじゃ困る。これは始まりの階段。あなたが囚われている。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？
さあお待ちかね、夢のお時間でございます。うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。あの頃の僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで年に焼き尽くしは。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう。最後のかけらを取り戻しに。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いか。ともかくこれが一つ目。それが尺に触ったのか。二度響いた銃声は砂塵の中。行きます。補助を実行。
そして修復された武器を。さて、これからのこと大体イメージできたかしら。よかった。じゃあこの調子で続けていきましょう。ママもサポートするから、大船に乗ったつもりでね。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。あら、もうメニューを開いちゃったの？せっかちさんね。しかもまだ手に入れたものを使うことができない。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえ。教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。
適正勢力の死因Thank you.